こんにちは、ウクレレ奏者のフックです。日本を中心に活動しておりまして、今までに CD を3枚出しております。で、3枚目のアルバムは去年2012年に出しました。その関係で、今日は、ワイキキウクレレラブさんへ来ております。ウクレレ始めたのはだいたい10年ぐらい前になります。で、まあ、きっかけは当時はギターも弾いてまして、それで、ウクレレを教えるということで、講師をするっていうことが最初のきっかけだったんですけども、そのうちもうすごくのめり込んでいって、5年少し前ぐらいからとても夢中になりました。僕が影響を受けたアーティストなんですけども、まず、バンドではガンズ&ローですから始まり、そして、ギタリストでは、最も好きなパッド・メッセニーですね。で、ウクレレではジェイク・シマブクロさんにすごく影響を受けました。はい、ウクレレ選ぶときなんですけども、気にすることたくさんあるんですけども、まず弦弾いたときに音がビビらないことで、そしてあとはネックの幅とか薄さがこう自分にとって弾きやすいものである。で、もちろんデザインも好きである。そして演奏する際に自分の例えばすごく弱く弾いた時、強く弾いた時っていうレンジがしっかり出るものが、僕の好みのウクレレです。弦なんですけど、今のウクレレシーンでは大きく分けてフロロカーボンとあとナイロンの素材のものがあるんですけども、僕はナイロンを気に入って使っております。で、その理由とすると、先ほどのウクレレの選び方ともすごく似てるんですけども、ナイロンの方が、これは僕の個人的な意見なんですけど、まずすごくソフトに弾いた時の、その感触がはっきり音色として出やすくて、で、しっかり弾いた時、これもすごく広いレンジで表現することができまして、僕はフロロカーボンの時よりはナイロンの方がそのニュアンスがすごく出しやすいので、僕個人的にはナイロン、ダダリオのプロアルティシリーズを使っております。はい、活動の方は主に関西、大阪を中心にしております。で、関西近郊、あとは日本全国いろんなところを回ったりもしております。詳しくは僕のブログ、フックのわしのブログを見さいや、こちらの方で、アクセスしてください。そして Facebook もしておりますので、よかったら覗いてください。こちらよろしくお願いいたします。では、フックでした。